生駒市では家族などが亡くなった際の手続きに関するワンストップサービスが来月から始まりますこれは市民の窓口利用における利便性の向上と市職員の事務の効率化を図ろうと実施されます市民課内に専門のお悔やみサービス窓口を設置しコンシェルジュが亡くなった人や遺族の状況に応じて必要な手続きを調べ 申請書作成の補助や手続きの支援を行うということですこれまで保険や介護税務など10の窓口に立ち寄らなければいけなかった一般的なお悔やみ手続きの場合もサービスを利用すると一つの窓口でよくなり時間も30分ほど短縮できると見ていますサービスは来月3日からスタートし予約の受付は今日から始まっています なお同様のサービスはすでに奈良市でも行っていて県内で2例目です。